こんにちは、かっちゃんでーす。にゃん。ということで、今日はシーザリオさん、突然ですがリクエストいいですか。最近高カロリーのものを買いで体に異変がやばいです。低カロリーで美味しいレシピよろしくお願いします、というリクエストをいただきましたので、今日はおからパウダーと豆腐を使いながら、お腹にもしっかりたまりながら美味しく食べれるようなおからパウダーで豆腐ナンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、ではまずカレーそぼろ用の木綿豆腐 150g は、水気を切ってキッチンペーパーで包んだら、お皿などおもしを乗せて水切りしておいてください。ボウルに絹ごし豆腐 150g、 おからパウダー 40g、 サイリウム 10g、 ラカント 10g、ベーキングパウダー 3g、 オリーブオイル 10g、 水 50ml を加え混ぜていきます。ではある程度混ぜたら、ヘラなどを使いながらこのように練り合わせるような感じで混ぜていきます。では全体が滑らかになってで、ちょっとこうサイリウムね入れてるので、もちもちっと全体に弾力が出てきたら、ラップの上に生地を取り出してラップで包みながら、ナンの形に形を整えていきます。ラップで包んで形を整えたら、フライパンに薄くオリーブオイルをひいて、フライパンと油を温めたら、伸ばした生地のラップを取り外してフライパンに入れて焼いていきます。では生地の底に焼き色がついてきたら一旦返していきます。はい、では生地を返したら蓋をして、中火で蒸し焼きしていきます。では2分蒸し焼きしたら、もう一度返して、中にしっかり火が通るまで蒸し焼きしていきます。では今プラス1分30秒ほどで両面こんがり焼き上がって火が通ったら OK なので、最後全体にオリーブオイルをなじませていきます。ちょっと油分のねカロリー気になる方はこのままでも美味しく食べれるので、お好みで最後この油なじませる工程は調節して作ってみてください。こんな感じに焼き上がりました。残り2枚も同様に焼いていきます。はい、では生地を焼き終えたら、フライパンにオリーブオイルを少し入れて、水切りした豆腐を加えて、豆腐をそぼろ状になるように崩しながら炒めていきます。では豆腐の水分も飛んで、こんな感じでねポロポロっとそぼろ状になってきたら、カレーパウダー小さじ1/2、ウスターソース小さじ1、トマトケチャップ小さじ1、塩コショウ少々、ラカント少々を加え、全体を混ぜながら炒め合わせていきます。で
では全体に調味料が馴染んでパラパラっとしたら豆腐カレーそぼろの完成です。はい、では今こんな感じでお皿に盛り付けておいたので、あとはここの空いたスペースにお好みの葉物の野菜を一緒に乗せながら食べると美味しいと思うので適当に乗せて、今すごく夏野菜が美味しいのでパプリカも薄切りして一緒に乗せていきます。オッケー。はい、ではこんな感じで低糖質低カロリーおからパウダーで作る豆腐ナンの完成です。じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はおからパウダーを使いながら豆腐ナンと上にトッピングできるような豆腐カレーそぼろを作ってみました。それでは本日はスラッとグレープフルーツサワーで乾杯。乾杯。カロリーオフ。じゃあ早速いただきましょう。今回はちょっとこう低カロリー低糖質な感じに、結構おからパウダーのリクエストも他にたくさんいただいてたので、今回はおからパウダー使いながらナンを作ってみました。ちょっとねこういう感じで生地の上にまんまあれなんですけど、ちょっとマヨネーズとこの豆腐カレーミンチを乗せて、若干こうカレーナンタコスみたいな感じでね、ぜひ食べてみてください。いただきます。ん？ナン？あ、めっちゃ美味しい。うん。おからパウダープラス生地のつなぎに豆腐を入れて、結構前にわらび餅を作った時にも使ったんですけど、サイリウムを入れることによって生地がもちっと仕上がって、プラスベーキングパウダーでしっかり膨らみも出るので、小麦粉なしでもふわっともちっと美味しいナン生地に仕上がります。そぼろもお肉を使わずに細かくしながら豆腐の水分を飛ばして炒めることで、ほんとこうお肉のようなポロッとした食感に仕上がって、カレー味にしてナンタコス風にしたんですけど、すごくヘルシーなんですけど野菜もいっぱい取れて満足感のあるレシピになってます。で今回の分量で3枚作ったんですけど、結構豆腐とかも入れてるのあって、1枚食べればお腹いっぱいになるような感じのレシピになってると思います。でプラスこうね、上に野菜いっぱいのせたりすることで野菜もたっぷり食べれるようなレシピになってます。こう冷めたりしてくると硬くなったりとか、若干こう生地がパサついてくるので、作ってすぐに焼きたてを食べていただくか、もしね冷めちゃったりしたら少しレンジで加熱して温め直してから食べてみてください。うん、若干このおからパウダーとか豆腐の風味はありますけど、全然ね苦にならないくらい、ほんとこう小麦粉で作ったナンのようにすごく美味しく食べれるナン生地になってると思います。うん。はい。ということで今日は低糖質でヘルシーなおからパウダーを使った豆腐ナンを作ってみた動画でした。小麦粉なしでもふわっともちっとヘルシーにすごく美味しいナンが作れて、生地そのままでも結構食べ応えあるんですけど、プラスヘルシーな具材を乗せながら一緒に食べてもすごく美味しく食べれるレシピだと思います。今回そんなにたくさんね量を焼く感じで分量を作らなかったんですけど、3枚くらい焼いてちょっとこう冷蔵庫に入れといてチンして食べたい時に食べたりとか、ほんとこう焼きたてもね簡単に作れてすごく美味しいレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイなぁ。美味しすぎて3枚食べれる。